こんにちは、みーやんです。今年は散財するとは言っていましたが、1ヶ月のうちにガンガン使っている自分にびっくりです。でも安かったのできっとお得なはず。このイミテーターチャスタだって送料とか入れて計算すれば、まあそんなに安くはならなかったんだけど、おまけでミイロヤドクガエルのおたまさんを3匹もらったからお得じゃないのかなと思っています。今回だって高いところは3万、安くてもまあヤフオクで1万8000円ぐらいするものをなんと1万円でゲットすることができたから絶対お得なはず。で、今回お迎えしたのはバリア・ビリスヤドクガエルのサザン。これがちょっと失礼、1匹、2匹、3匹、今回も3匹です。これは本当に小さい。1センチ、多分1センチあるかな。まだ上陸したてっぽい。これをね、どこに入れるかちょっと悩んだんだけど、もう少し大きくなるまではこのイミテーターと同じケースで飼育していくことにします。では移していきます。おとなしくしているから蓋を開けて撮影することができています。このメタリックな感じがやっぱりいいですね。チャスターの方も今のところ元気です。まだね、チャスターは赤っぽいからすぐわかるんだけど、こっちは緑だから全然わかんない。探すのがちょっと大変です。でも今日はね、蓋開けて撮影ができたからよかったです。あと2匹はどこにいるかわかんない。以上です。どうでしたか？なんかあっという間に3種類のヤドクガエルをお迎えすることになりました。まあ1種類は予想外だったんだけど、本当はあともう1種類欲しいけど容器は3つしかないということで、急遽
また100均でケースを買ってきて4つ並べて4種類のヤドクガエルを買うことにしました。あと1種類いろいろ悩んでたけど、青にするか黄色にするか、答えはこれ。こんな感じのやつ、名前忘れちゃったけど、この間動画で見たらすごい黄色のラメだったんで、ちょっとラメで揃えようと、緑色のラメと赤色のラメと黄色いラメ、いい感じです。これはもうちょっと、黄色はもうちょっと、ちょっと使いすぎだよね、お金。ちょっと間を置いて購入することにします。では今日はこの辺で失礼いたします。